にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県の伊東市に来ております。前回の動画は概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。シャボテン公園に行った後、本日は大東館という楽天で調べたら必ず、まあ、楽天で調べなくてもかな、伊東の宿で検索すると必ず出てくる昔からあるお宿さんに宿泊する予定でございます。それで今シャボテン公園にいたら大雨降って、で出た瞬間に雨止んで、すごく寒かったのでラーメンでも食べてから旅館にチェックインするつもりです。急坂やばいっすよこれ。わかんないだろうなこの揺れ、すごいんすよ。急これは分譲地なのかな。素敵な別荘がたくさん並んでますね。いいな、いやー、うわすごい羨ましい。うわー綺麗なお家ばっか、ふざけんな。ラーメンかげつつきました。では食べてきます。腹減った。ごちそうさまでした。うまかった。変な時間に食べちゃったけど、もうシャボテン公園で寒さと空腹で結構辛かったんで、染みました、味噌ラーメン。では大東館に向かいます。あっけの夢をかき集め探し物。大東館さん着きました。雨マジでやめてくれ。チェックインしました。これぞザ旅館ですね。趣のある雰囲気いいわ。うわこの広縁で一服しちゃったりするのがたまらんすよね。なんと洗面とお風呂が温泉を使用しているとのことで、最高じゃないっすか。落ち着きました。大東館さん一度数年前に来たことがあるんですよね。その時は部屋をアップグレードしていただいて、すごい広い部屋だった記憶があるんですよね。いやー相変わらず落ち着く雰囲気いいわ。露天風呂空いてないかな。温泉入りに行ってみます。うわー露天風呂空いてた、やったー。これ貸し切りっすよ。五右衛門風呂も空いてたのでついでに入っちゃいます。防空壕ですよ。すげえこれ抜けてくのか。五右衛門風呂です。声が響く、そして湿気すごくて全然映らない。あっつ、この中サウナだな。入ります。部屋に戻ってきました。五右衛門風呂は気持ちよかったんですけど、もう暑すぎて、部屋自体が暑すぎて長湯できなかったですね。そして貸し切り露天風呂の方は格別
もう本当に格が違う。気持ちよすぎるわ。ああ、うわあって何回も言うぐらい。客室露天風呂もいいんですけど、大東館さんの場合だと広いし、なんだろう、自然の中だからやはり違うんすかね。全然違かったもん、気持ちよさ。いやー、夜も入れたら入りたいなー。では一旦ゆっくりしまーす。やばい、寝てしまいました。だからあれほど横になって休憩するなと言ったのに、急いで準備して夜ご飯を食べに行かないと。はい、夜ご飯食べに向かう。共同民宿？民宿じゃないや、温泉？温泉ありました。共同浴場か。本日伺うのがですね、伊東に来たら前回の旅でも お伝えしたんですけれども、焼肉食べたくなるんですよ。焼肉を食べに来たはいいんですけど、やってるお店が限られますので、前回も伺った樹光園さんに行きたいと思っております。なんでまた雨降んの、それにしても何連続旅行中雨だよこれ。着きました。ごちそうさまでした。いや、うまかった。まあただやはり価格が、まあ、安くはないので、今日は客運、席運、肉質運、ドリンクの注がれる量運は今までで一番悪かったかもしれないですね。この後はセブンイレブンあるかな、ありますね。コンビニ行って宿に戻ってまた飲み直したいと思います。たまたまコンビニに向かう途中に行きたかった居酒屋さんがありましたけども、本日もやってないみたいですね。またいつか七福さんと南屋さんは絶対行きたい。この排水溝から湯気が上がってる感じが温泉街っぽくていいですよね。部屋戻ってきました。あとはゆっくりしてまた貸切温泉露天風呂チャレンジですかね。入れたらいいな。よっしゃー、露天風呂入ってた。入ってきます。では入ります。これはやばいでしょう。暗くて何も見えないね。これは絶対やばい。絶対気持ちいい。露天風呂入ってきました。おっと、気持ちよかった。染みた。なんか懐かしい感覚がしましたよ。2回も貸し切り露天風呂入れただけで、ほんと大東館来てよかったと思います。あー、最高です。もう大東館来たら絶対に貸し切り露天風呂入ってください。ではこの後は晩酌タイムが待っております。
では夜のお楽しみ晩酌タイムでございます。先ほど部屋のお風呂ですね、温泉なんですけど、それも入ったんですけど気持ちよくて、部屋温泉で貸し切り露天風呂もあって接客も素晴らしいって考えたら、やはりコスパかなりいいですね。大東館さん、そりゃ人気出るって思いました。ではこの後はしっぽりと楽しみます。おやすみなさーい。おはようございます。朝です。顔のむくみがやばいですね。温泉入りまーす。味噌汁うめー。なんだかんだ昨日の夜も飲んでしまいましたからね。染みます。伊東市のクーポンがまだ出てたら大東館さんもう一泊したかったんですけどね。もうさすがに出てませんでしたね。ではチェックアウトします。帰りたくねー。この後はですね、伊東市のクーポンで宿割引と別に、外のアクティビティで使えるクーポン、昨日も配布されましたけれども、シャボテン公園行ったようにそのクーポンがまだありますので、グランパル公園あるじゃないですか。グランパル公園の夜でナイトイルミだっけな、イルミネーションがあるみたいなので、そちらに行こうと思っております。ただ時間があと結構夜まで時間あるので、そこまではどこかで暇を潰します。で、ナイトイルミ編ですね、グランパル公園編はまたラスト、ラストの部でお会いいたしましょう。概要欄 URL より後日アップさせていただきますので、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。もう夜の遊園地っていうだけで興奮しますね。トンネルを抜けた先に待っている。